どうも、動画のアップロード時間が遅れたのはネムの分析が外れたからではありません。青木です。今日は、チャート分析の方だけしていきたいと思います。最初にビットコイン、リップル、ネムの、3通貨をチャート分析していきたいと思います。あとネムの分析についてなんですが、反省点と、ああいった相場の時にどういった対処をすればいいのかを、解説していきたいと思います。はい、まずビットコインのチャートから見ていきたいと思います。ビットコインの日足 RSI が72、ローソク足見ると最高値この前のところで58,182ドルですね。で、まだね、超えてませんね。この最高値を。でもね、昨日のローソク足と比べると、今日はわずかですが、高値切り上げ、安値、切り上げの、上昇のローソク足になってますね。SMA は上昇傾向なのと、押し目のポイントを作ったので、上昇の勢いは強いですね。でかいレンジ幅は変わらず、安値29,200、高値58,182。この今の高値は58,182ですね。をブレイクしてくれれば、一気にレンジ幅が狭まって、サポートラインになるので、なんとか超えてもらいたいですね。下落のサインは高値更新なしの安値更新なら下落のシグナルと思っていいです。下落加速は上昇トレンドライン割れですね。ビットコインはね、この上昇トレンドラインが結構強く意識されているので、で4時間足で見るとRSI67、 ローソク足は、リズムができてますね。2つか3つ陰線出してからの上昇。SMA 見ると短期線、中期線、長期線が安定の上昇のステージになったので、上昇目線でいいですね。一応ね、下落のシグナルを言っておくと、先ほど言った日足レベルで見た方がいいです。上昇トレンドラインですね。次、リップル。リップルの日足見ると RSI47。リップルは平和ですね。変わらず、この3月4日のローソク内でのレンジ状態。ローソク足の形は昨日のインサイド。まだギリギリヒゲ出して、上昇トレンドラインに乗ってますね。リップルはこの前も言ったように、明日も、ローソク内でレンジで、上昇トレンドラインに、乗るためには、高値切り上げの上昇のローソク足になる必要があるんですよね。そうじゃなければローソク足内で落ちるか上がるかの動きで下落か上昇かの可能性が高くなります。なのでリップルはそろそろ動きそうですね。レンジローソク足ブレイクしたら次の高値が64付近なので、ファンダメン抜きで考えれば、強い上昇が見込めると思います。4時間足 RSI39、リップルはこう見るとやっぱり上昇トレンドラインが意識されてますね。ローソク足抜けたら上昇トレンドラインも、割れるので警戒しておくといいと思います。リップルはね、個人的には上昇目線でいます。
最後ネム、ネムの4時間足見ると RSI が13、めちゃくちゃ下がりましたね。下がったポイントが、上昇の平行チャンネルを抜けてからズドンですね。日足 RSI 見ると41、下ヒゲ見ると約、日本円で40円まで落ちましたね。でもね、この落ちるとこのサポートライン安値が35円なんですよね。なのでまだ落ちると思います。週足見ると RSI73、これ見るとね、週足レベルでも落ちてるように見えますね。で、昨日ね、第3波が来なかった理由を、考えたんですけど、おそらくね、第2波の上げのその上昇の力は、FX のロング勢が大半を占めてたと思います。スナップショットまでの上昇を見込んで、ロングを入れて、でチャンネル上限でショートに切り替えて、でチャンネル下限で決済の流れだと思います。なので第2波が終わった時には FX 勢は、様子を見てたんだと思います。85円を超えてくれば再び、上昇の波が来たと思います。後付けなんですけど、今回はね、結構難しいチャートでしたね。チャンネルが意識されてたのは間違いないです。これも後付けになるんですけど、こういう時ファンダが大きく絡んだ、相場は、3月4日の、十字線が出てきたら、直近高値80円で、利確して逃げて様子を見るのも必要ですね。で FX が絡んでくると、 FX の場合はシンボルは関係ないので、本当に難しい相場になるんですよね。なので怪しくなってきたら一回直近高値で逃げて様子を見てから行動するのも手ですね。まとめると、今回はそのネムのチャートは FX のその勢力とスナップショットのシンボルトークン付与、あと平行チャンネルが完全に意識されてたチャートで、さらにそれに輪をかけるように調整フェーズの騙し、そういういろんなことが絡んでたので、さらに難しい相場でしたね。バイナンス取引所は多くの仮想通貨を取り扱っているのでおすすめです。私のリンクから登録すれば永年手数料 10% キャッシュバックがついています。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方にはバイビットで取引してみてはどうでしょうか。動画の説明欄にリンクが貼ってあるので、興味のある方は見てみてください。リアルタイムでチャートのことをツイッターでつぶやいたりしているので、もしよかったらフォローしてみてください。